おー開いた。自動なのこれ。そうなんです、電動なんですこれ。あー涼しい。いいっすね、涼しいっすね。おーいいね。なんかすごいこの田んぼの田園風景がたまらなく日本って感じがしますね。このセミの音もね。そうね。始まりました、車の話坂戸店のコーナーです。はい、やってまいりました。涼しくなってきました ね、はい、坂戸店のコーナーもね、増えてきたということで、はい、今日実は3本目です。だんだん疲れてきましたね、今日暑かったんでね。そうまあ日が沈んだんでちょっとずつ元気を取り戻してるんですけど、同時に、はい、今回はですね、まあアヘッドにしてはちょっと珍しい車をご用意させていただきました、うん、コペンです。そうね、コペン初めてじゃないですか。コペン初めてです、はいはい、あの以前ね、S660 をご紹介させていただいたことあるんですけど。あ、そうですね、はい、今回ですね、誰もが乗れて楽しい車、はいはい、コペンということでですね、実はこの車当店では珍しいオートマです。あ、そうなんですね、はい、あでもオートマ他の BM もあったじゃないですか。あ、まあ、あのこの手の車ってやっぱマニュアルも多いじゃないですか。あ、まあ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 、はい、まあ比率でいうとね、やっぱりマニュアルの方も多いということで、はいはい、まあ、オートマの、ね、コペンも、ね、楽しいよっていうところをぜひね、ひろきさんに試乗していただいて、はい、その楽しさもぜひ、わかりました、視聴者の皆様に伝えていただければなと、おっす、はい、思います。頑張ります。というわけでまずはね、エクステリアから全然コペン昔のあの丸めの時で記憶が止まってるんですよ、はい、これそうなんです、これ2代目なんですよ、あの、はい、皆さんねコペンというと丸めのね、そう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 、初代のイメージあると思うんですけど、こちらは2代目で、ツートンカラーでね、おしゃれで、すごいスパルタンなんですね、デザインがこうなんか。そうですね、この形なんかもね、かなり多分こだわって作ってるんじゃないかなと思うんですけれども、すごい、なんかゴーカートみたいですね、はい、いいじゃないですか。はい、アルミホイールもついてますし、はいはいはい、これノーマルですもんね。ドノーマルです、本当にも。あら、びっくりするぐらいドノーマルです。で、いくらなんすか。早いな。まあ、やっぱ知りたいじゃない。値段一番最初に知りたいですよね。はい。皆さんまた10秒スキップでこう連打してもらって。はい。最後の方まで。最後までね、お楽しみいただければと思いますけれども。はい。はい、まあね、外装は本当にもうノーマルということで、まあ結構ね、綺麗なあの外装状態かなと思います。うん、赤ってね、結構あの退色しやすい色、色あせがね、結構多い色だと思うんですけれども。なるほど。はい、まあ、それも特段見られなくっていうところでですね、ヘッドライトの感じも見てもあまりねくすんでもないので、そういった面で見ても綺麗かなと思います。はい、はい、先生この車何年式なんですか。2015年式です。ああ、じゃあもう8年経ってるってことですね。そうなんですよ。でも今見ても、まあ、割とねちょっとカクカクしたデザインもあって、あんまり古臭さを感じない。そう、なんかねライトもそんだけ8年経ってると基盤でっかなと思ってます。そうなんですよ、全然それもなく、はい、それもなく綺麗ですね。まあ、距離もね、はい、5万5千キロでまだまだ走る車になってますので、はいはいはい、はい、いいじゃないですか、いいじゃないですか。でね、コペンといえばひろきさん、オープンカーじゃないですか。ああ、まあそうですね、はい、皆さん見たいと思うんですよ。これオープンできるんですか。はい、ね、これハードトップですけれども、じゃあちょっと山中さんが見せたがりなんでちょっと見に行ってみますか。はい、はい、どうぞ山中さん。ちょっと待ってくださいね。ドン、おお開いた。自動なのこれ。そうなんです、電動なんです、すこれハードトップなので。え、これはトランスフォーマー好きな新井さんには注がれる仕様です。はい、まあ、なかなかね電動で閉まる車ってホンダだと昔 S2000 があったりとか。あ、 S2000 そうなんだ。そうなんです、S2000 は電動だったんですよ、ソフトトップで珍しくて。あとはねロードスターの RF なんかはね電動だったりしますけど。あ、そうなんだ。はい、国産車だとかなり珍しいです、まあ、もちろん初代のコペンもそうだったんですけど、はいはいはい、というところ で、 いいじゃないですか。開放的な室内空間、まあ、この時期でこの気温だったら夏でも行けます、ね、そうなんです。あの私もねオープンカー乗りなんで分かるんですけど、皆さんいいですか、あの真夏のオープンカー地獄ですから。このね夕方時で、ね、涼しくなってくる夏場がですね一番あの気持ちよく走れると。山中がなんかオープンカーがいいとか洒落たこと言ってるのちょっと腹立ちますけども、はい、あ、僕ね普段ハードトップしてるんでね開けないんで、でそこは許していただいて。あ、ちっちゃい、まあ、軽ですから。あ、振動すげえなと思ったらこれあれっすね、3気筒なんですね。3気筒なんです。あの、ダイハツだとね軽だと4気筒とか結構ねありましたけど、これは3気筒です。扇風機じゃないんですよ。いやいやいや、振動がすごいから、ね、あーってなりますね。あーって言うとね、扇風機を思い出しちゃうんですけど。ちっちゃいっすね。まあまあ、至ってノーマルというところで。そうですね、まあ、至ってノーマルなので。はいはいはい。はい、まあね、このね、軽さと、この開放感を。すげえ振動してますよ、はい、これ。ひろきさんもなかなかオープンカー乗る機会ないんじゃないですか。俺、MRS 乗ってましたからね、言うて。まあ、ホロバリバリで、はい、なんか雨漏りしてるんで、実質ホロがあるんだけど、オープンみたいな、はい、車乗ってましたけど。まあ、かろうじて屋根がついてる。あ、そうそうそう、かろうじて屋根がついてる、バリバリでしたけど、はいはい、というわけで行ってみたいと思います、
はい、というわけでひろきさんに聞きましょう。おーい、いや、いいっすね。オッケー、ゴーゴー。あー、涼しい。いいっすね、涼しいっすね。おー、いいね、いいじゃないですか。なんかこの着座位置の低さがあれですよね、スピードが出てなくてもこの爽快感がより出るというか。あ、まあね、普通になんか乗れるね、割と。はい、ただ身長大きいときついかも。俺今身長172だけど、結構目いっぱい、これ一番後ろやってちょうどいいぐらいだから。そうですね、だからルーフとかあるときついですよね。あとその視界とかも含めると、なかなかすごく背の大きい方だとね。ああ、確かに出ちゃうよね、これ。出ちゃうかもしれないですね。これマフラー変わってんの結構だ。ノーマルですよ。マフラーをするね。すごいね。いや、いいですね、でも。いやいや、これはなかなか。ちっちゃい、しかし。でもあれですね、なんかもっと乗り心地ふわふわしてるのかなと思ったんですけど、うん、意外となんかカチッとしてるっていうか、固めじゃないですか。うん、足回りは固めかもしれない。硬いですよね。オープンカーか、すごいな。でもあれですよね、電動だと信号待ちでもし急に雨がダーって降ってきても、あ、まあまあ、ちょっと長めの信号待ちだったら間に合いますよね。確かに。まあでも雷みたいなのが来られると終わりです。そうですね。これはモードとかないんですか。これはあのマニュアルモードありますね、一般的な。これ押すとプラスなの。そうです。間違えるわこれ。俺ラリー4だって基本シーケンシャルは引くと上がるんで。基本的にはあれですよ、あの国産車だとマツダぐらいじゃないですか、オートマでそのシーケンシャルタイプなのか。他のメーカー全部基本的に押せば上みたいな、はい、海外でもやっぱり BM とかシーケンシャルですけど、ワーゲンとかその辺も逆ですね、うん、あ、そう、はい。まあ、もちろん車によって違う車もあるとは思うんですけど、基本的にはこの上でアップで下でダウンでっていうのは割と多いですね。なんか今すごいキューって言ったんですか。何の音ですかね。この車の音じゃなくないですか。あ、これなんじゃない。引くと下がっていく。なんか鳴ったな今。シフトチェンジするとき多分ベルトっぽいな。ベルトっぽいですね。CVT な感じですね。そうね。滑らかな感じでね。まあこれはなんか近場にプラッと行くときにはいいかもしれないですね。そうですね。ちょっとお買い物でもね、荷物が大きいと大変。まあまあ一人で行くんだったら。一人行くんだったら助手席空きますから。全然いいけど、二人で行って何か買い物行こうと思うとちょっと大変かも。はい、今の系はすごいな。でもこれでなんかこうゆっくりドライブするのいいでしょうね、きっとね。今の時ちょっと運転中なので寝ないでください。お腹すいたらしい。なんかすごいこの田んぼの田園風景がたまらなくて疑問って感じがして。そうですね、このセミの音ね。そうね、いいなぁ。オープンカーってトトの匂いがそのままかかるからこんな気分に用意してたんだと思って今驚いてた。大馬さんとか浮さんのところを通ればそういう匂いもしますし。まあまあまあ、そうね。でもなんかいろんなものに気づけますね、これで屋根上げて。いや、涼しいな、でもこの時間になるといいですね。まあこんだけ加速してもらえれば、まあまあ普通に走ってて困ることはないかな。街乗りに全く困る感じのあれはないですよね。ちょうど日が沈みましたよ。何か願い事は
願い事七夕とか終わりましたけどね。なんか日が沈む時とかなんですよ。願い事したくなるじゃないですか。え、願い事したことないですよ。日が沈む時なんか。これ以上車に金を使わないようにとはいつも思ってるんですけど、はい、使ってますね。なかなかそれが成就しませんね、はい、僕は。速度内で結構なこうスピード感を味わえますね、まあ、屋根が開いてるだけで。 軽は基本的に結構味わえる。味わえますよね。すごいね。なんか市場インプレッションというよりただのドライブになってる気もしますけど、まあまあまあ、なんか足回りもしっかり、はい、思ったよりも乗れるって感じかな。はい、でパワーもまあ軽だったらこのもんだろうなっていうところで、なんか軽って結構ふわふわしててひっくり返るんじゃないかと思うような時あるじゃないですか。なんかそういうのはこの車にはないですよね。確かに。なんかすごくしっかりしてるなっていうような気もします。ボディなのか足なのか分かんないですけど、なんかこの車がすごく愛されている理由が分かりますよね。それこそちょっとドライブに行くとオフ会なんかやってたりとかするじゃないですか。まあね、コペンって結構そういういじってるお客さんも多いの。いじってるオーナーも多いですし、逆にこういじらないでずっとそのストックの状態でっていう人も多いので、結構ね、あの昔はよく筑波山にドライブ行ってたんですけど、はいはい、筑波山でそれこそ5、6台ぐらい結構集まってる見たことあったりとか、やっぱりそういう横のつながりもねできたりするんで、そういう車引きつける車なんでしょうね。コペン乗りの皆さん、コペンとか、まあ、インプとかもそうじゃないですか。まあまあ、確かに。大通りに帰ってきましたけれども、そうですね、はい、いいじゃないですか。ものすごくいろんなお店もあってね、車屋お店もあって、はい、まあ普通に乗って普通にいい車だなっていう。そうですね、帰ってきました、はい、どうですかオープンカーの K。まあいいですね、まあ、久しぶりに MRS 乗ってた時は最後のオープンカーだったんで、はい、まあ、なんかオープンカー乗ってるとなんか普段嗅げない匂いとかその地元のなんか良さが分かります、はい、なんか気分的には気軽に運転できて、なおかつ何て言うんだろうな、良くも悪くも俺の中でいいなと思うのは原付きみたいに気軽に運転できる感じがするんで、はいはいはい、まあ、割といいなと思いました。というわけでですね、こちらのお車なんですけれども、はい、コペン、あ、いくらですか。まあ、エクスプレイっていうね、はいはいはい、グレードになるんですけれども、はい、車両本体価格が95万円で、あ、100万切るんですね。100万切ります。で 5.5 万キロ、まだまだね全然走る車で。新車でいくらなんですか。まあ、新車でですね、まあ、乗り出しで200手前ぐらいの車だったんですけれども、あ、はいはいはい、まあ、オプションとかもねいろいろあったりする。あ、まあ、ナビとかもついてるので、 ETC もついてますし、はいはいはい、そこはね安心していただいてっていうところで、はい、なるほど、はい、ぜひねご検討いただければと思いますので、はい、はい、というわけでまたね次回の動画で、ひろきさん次はスペシャルな車ね、順番前後するかもしれないですけど、はいはい、ご用意しましたんで。ああ、わかりました、楽しみに、はい、よろしくお願いします。はい、すいません。はい、次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。